美味しいかな。はい、皆様こんにちは、お久しぶり FL スタジオ、TTM 大好きっ子の皆さんこんにちは、今回はね久しぶりに、DAW ダウソフトの一つの、FL スタジオの、今回はですね、使い方講座とかではなくて、なんて言うんでしょう、トラブルシューティング、おそらく、まだ作ってないけどもサムネイルですとか、その動画のタイトルでもう分かっていらっしゃると思いますけども、まあ、今回ご案内する内容としては、使い方的な講座ではなくて、とあるトラブルが起こった時にどうすればいいのか分かんないよっていうのがね、結構そういった FL スタジオに限らずね、そういったダウソフトにはですね、トラブルが起こり得るものでございまして、今回そのね、ごくごく稀なんだけども、発生してしまうそのトラブルの一つをね、解決方法をね、FL スタジオ上、FL スタジオ上で口回んねえな、もう一回取り直したい。この FL スタジオで発生してしまった場合、どうすれば直せるのかっていうのをね、ご案内しようかと思って動画を撮っているわけでございますよ。おそらくね、今回ご案内する内容っていうのはね、世界の FL ユーザーの動画の中でも僕だけじゃないかな、今回この部分にピックアップして、その改善方法を知りたかったんだっていうような、この案内をしている動画はね、世界で僕初かもしんない。そのぐらい、レアな、本当に、レアな、ごく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 、ごく稀に発生するトラブルの解決方法を今回ご紹介、解決方法をご案内しようかと思います。でね、今の画面に映っているのが、まあ、今回そのトラブルをね、再現するために、こういうトラブルが起こるよっていうのを、一応デモンストレーションするために用意した、プロジェクトで、まあ、これちょっと映ってるけども、まさかさマジックっていうね、これはテレビアニメのね、姫様、拷問の時間ですっていうね、皆さんご存知でしょうかね。そのアニメの第1期のオープニングテーマで、起用されました曲、まさかさマジックというね、曲を僕が耳コピしたものになりまして、すべてではないんだけどもね、今こうやって打ち込んでいって耳コピしたものになるんですね。で、これ、ちょっと宣伝も込みになっちゃうけども、おいおいね、忘れた頃に、ちょっと BGM うるさいかい。忘れた頃にね、この作ったカラオケデータを配布しようかなっていう目論みもあって今、作っていた。いや、もうこれも2ヶ月前のデータなんだけども、このデータでたまたまそのトラブルがね、再現するものを使ったんで、今回これ使おうかなっていう、だけの話なんだけども、どういう打ち込みになってるのかちょっと聞いてもらおうかな。もしかするとプチプチ音バッファが追いつかなくてプチプチ言うかもしんないけども、こんな曲です。ちょっと途中まで再生しようかな。あ、ちょっと音うるさいんで、ちょっとボリューム高くしてる人ちょっと下げてね。ここドラムね。この辺りはギターかな。不安でしょ。
ういう、これオリジナル知ってる人はね、結構オリジナルに迫るものがあるでしょ。ボーカル抜くとね、でもね、あのまだあの音入れて打ち込む、ピアノロール打ち込んで耳コピして、でこう分かるかな、イコライザーで音ちょっとね、あの調整したぐらいで、まだまだこっからね、時間かけて打ち込み終わったら時間かけてオリジナルの品質に近いところまで寄せるから、で忘れた頃に配布する予定の楽曲となっておりますと。まあいいかな、ここまで。で、今回ご案内するそのトラブルっていうのはどういうトラブルなのかっていうのをまずデモンストレーションしないといけないんだよね。どの部分使おうかな。そのトラブルが発生しないトラックがいいか。これでいいか、このフラックの。これは、ちょっとピアノロールで打ち込んでいって、これ音源何かっていうと、これネクサスだね。ネクサスの音をね、ちょっとあの、ネクサスを使ってちょっとあのいろいろカスタマイズしたもので再現してます。で、ここをね、ちょっとあのことなのかっていうのをちょっと説明するために、あ、待ってよ、どっから説明すればいいかな。今回ご案内するトラブルっていうのは主に発生するのは VST プラグインで起こるトラブルなんですね。VST って何っていうところの説明した方がいい？あのちょっと長くなるけど、いらないか。で、今回ご案内する内容っていうのは何回も言うけども、対象としては、このご覧になられている視聴者に向けて、その対象としては、使い始めたばっかりっていう方よりは、どっちかっていうともう使い込んでも、バリバリ曲を作っている人向けのトラブルシューティングの話になるんだ。で、起こり得る、トラブルの元っていうのは、主に VST で発生するトラブルなんですね。で、VST っていうのは、簡単に言うと、この FL Studio っていう DAW ソフトなんだけども、DTM 用のね。で、この FL Studio にも標準で音源、あの、ピアノの音とか、ドラムの音とか、そういった、あらかじめ標準で備わってるんですよね。あと、エフェクターですね。あの、リバーブだとか、ディレイだとか、コーラスだとか、フランジャーだとか、そういった、音が鳴るもの、および、加工するもの、音に対して加工する、そういったものはデフォルトでもう入っているんだけども、で、VST っていう、その、なんて言うんでしょう、企画VST っていうものがあって、その VST っていうのは、簡単に言うと、まあ、いろんな会社から発売されていて、作られていて、ある意味、拡張機能なわけですよ。で、デフォルトでは入っていない音だとか、デフォルトでは備わっていないエフェクターだとかを、後からパソコンにインストールして、FL Studio に使えるようにできる、後付けで拡張ができる、その、言語というか企画が VST というものなんですね。ここに出てますけども、 VST、VST3 とか、まあ、今回ご案内するのはその中でも、単体、その VST 単体で音が奏でられるもの、この FL Studio ではカテゴリーとしてはジェネレーターという分類になるんですけども、その単体で音が鳴るもの、例えばギターだとかバイオリン、ストリングス、まあドラムもしかり、パーカッションしかり、なんでしょう、ベースの音だとか、そういった単体で音が鳴る VST
でごくごくまれに発生してしまうトラブルを、これからその解決方法を含めて今からご案内する。やっとここから本題に入れるわ。で、今このプラックの音をね、ちょっと待てよ、順序立てて説明するの難しいな。あの原稿作ってないから今録画ボタンポンって押して今ぶっ、あの一発撮りなんですよ。だからちょっと今回もの動画長くなるかもしれないけども、ね、とりあえずもう曲を作ってる人だったらもうごく当たり前の手順になるけども、打ち込み終わったとね、音源入れてピアノロールでピアノね、そのコードだとか音を打ち込み終わって曲が完成したと。でその後何するかったら、まずパラアウトするよね。パラアウトっていうのは、各トラックね、ピアノパート、ギターのパート、ベースのパート、パーカッション、ドラム、スネアだとか、それを全部ね、バラバラの音声ファイルに、一旦音声ファイルのデータに出力するんですよ。それ一個一個バラバラにね、それをパラアウトって言うんですわ。なんか知らんけども。パラレルアウトだっけ？正式名称は。それを略してパラアウトって、なんか言ってんだけども、そのパラアウトした時にごく稀に発生してしまう現象なんですよ。で、本来であれば、WAV とかにね、あ、今回まあ、こういう風な形でパラアウトデータ出力するけども、このプラックの、この音声データ、あ、打ち込み音源。これを、まあ、パラアウト、まあ、一旦 WAV に出力しようかなっていう過程ですよ。それを今からやりますわ。やり方としては、まあ、こっからやるか。トラック、ここの部分、FL スタジオの場合は、ここを右クリックしてメニュー出して、ここに、オーディオに変換っていうのがあって、こっから、まあ、今回は指定範囲の部分だけでいいんで、指定範囲を選択する。そうすると、まあ、どんなファイルで出力するのっていうのが問われるんで、で、モード、余韻、終端、ここ余韻はちょっと残すか。もう完全にバツって切る場合と、あ、まあ、いいや。ここ説明すると長くなる。余韻残す形式にして、形式を WAV、ウェーブファイルで、ビット振動はもう最高32ビットのフロートでステレオ。で、ポイントは、最高でいいか。で、で、このまんまでいいかな。エフェクトを通過させたその音を出力するか。で、スタート。で、ちょっと処理終わるまで待ってね。一服しながら。火がつかない。まあ、うっすら聞こえてるかもしれないけども、今、扇風機ガンガン回してるからね、ファンの音、マイクから拾ってると思うけど、気にしないで。で、本来であれば、このように、ピアノロールで打ち込んだ通りに、ちゃんと頭から音が発音っていうかね、頭から始まっているから、こことここの音は同期するんで、同時に再生すると、ちょっと位相がね、ちょっと問題あるから片方ずつにするけども、これあの打ち込んだあの元の方ね。で、これ次 WAV で書き出した方。ね、ちゃんとこうメトロノームをちょっと鳴らすか。ちゃんと曲にぴったり合った形で、この通りに WAV が出力されてますよね。これが本来なんですよ。だが、しかし、先ほどご説明した一部の、その VST プラグイン、音源、一部の VST に限って、ごく稀に、こうはならない場合があるんですよ。それを今からお見せしようと思うんですが、どこ使おうかな。A。
ヘッドホン、イヤホンで聞いてる方、右のスピーカーから聞こえる、ギターの音、これ。これを、今度、さっきと全く同じように指定範囲を指定して、このギターの音を出力してみますよ、さっきと。21時だよ。お、今、9時でございます。で、オーディオに変換、指定範囲、さっきと全く同じ。4位を残す 32bit フロートステレオ、512でスタート。で、ちょっとお待ちくださいと。で、これ、ギター、多分再現されるはずなんだ。どういう不具合というか、異常が起こってしまうのか、かんばしくない状態で、音声が吐き出されるのか、出力されるのか、ね、ご覧いただけるはずなんで、ちょっとお待ちください。ごく一部のプラグインでね、これ怒っちゃうのよ。で、怒るんだよね。これ、わかる？発音タイミングっていうか、全部ね、右側にちょっとずつね、ここにね、0.8秒ぐらいかな。なんかね、頭にね、変な無音が挿入されちゃって、それ以降の音が全部、つまり後ろにずれちゃうのよ。だからこのまま再生すると、まあ、こういう風に音ずれちゃうのよ。で、これ何回やっても同じことが起こるわけ。で、これ起こっちゃった場合、みんなどうしてるのかっていうと、対処方法を知らない人は、ね、パラアウトしますよ。で、曲によってはさ、曲が完成しましたと。で、完成した時にね、トラック、数えてみると、80トラックとか。気合い入れた曲に関してはね、120トラックとかね、朝倉大輔さんとかも100超えるんですよね。かなり力入れて、一個の音こだわってね、トラック分けしちゃうと、まあ、結局トラック合成したり、トラックまとめたりするけども、まあ、まとめてもまとめてもね、結局ね、80トラック。気合い入れた曲で、まあ、多い時で80トラックまで増えたりするんだよね。で、80トラックを一旦パラアウトしましたと。で、ミックス作業をするためにもう一回その新規のプロジェクトに WAV ファイルを全部読み込ませて頭で揃えて再生させるわけですよ。そうすると一部のものだけこうやってずれるわけですよ。で、これをどうやってね、対処方法を知らない人はどうするかっていうと、これを手動でこうやって手動でこの白頭に手動でこう合わせてこの辺かなーっつってね、でプレビューして、ちょっと早いね。これをね、一個一個のトラックに、まあ80もう100トラックある場合、発生したトラック全部手動でこれを頭合わせしなきゃいけないってことになるわけよ。これ FL スタジオとか DAW ソフト使ってる人、ね、昔からやってる人であれば、一度はこれね、なんかの VST の音源で一度は経験したことがあるんじゃないかな。特に FL スタジオの人、FL スタジオを使ってる人、これ一度経験した人絶対いると思うんだ。で、今回発生したこの VST は何かっていうと、これか。ちょっと待ってね。今回発生したプラグインは何かっていうと、これギターの音源といえばね、DTM、デスクトップミュージックで DAW ソフトでギターの音をねリアルに再現する場合使う VST ってね、まあ、プロであれ素人であれ、大体ね決まってるんですよ。何を使うのかっていうと、大概がアンプルギターというシリーズ使うか、コアな人は、このリアルシリーズと呼ばれる、これ、会社はどこだっけ？ミュージックラボ？ミュージックラボさんだったかな？ミュージックラボの、このリアルシリーズを使うか、アンプルギターを使うか、まあ、その他、例えば、ヘビメタの音源で有名なのこれかな？
これも有名かなみたいに使うギターの音源って大体決まってんのよ。あとは、いろんなエフェクターだとかイコライザーを通して音を変えて微調整してそのオリジナルな音に、サウンドメイクするわけですよ。で、大概三大巨匠、二大巨匠としてはこのアンプルギターっていうものを使うか、このリアルシリーズを使うか、二択だと思うんですよね、昨今。で、これが非常に多いかな。アンプルギターシリーズがやっぱり多いかな。DDMR の中ではね。で、僕は、めっきり、ベロシティで、ベロシティでミュートにするか、じゃーんって鳴らすか、ブリッジミートにするのか、ベロシティで簡単にキースイッチ使わないで、ベロシティで調整できるので、僕こっち派なんだよね。まぁ、ちょっと話戻すけども、さっきも言ったっけ、これただ単にまだ作り込んでないから、もうイコライザー通しただけなんだ。後からキャビネットとかのアンプシミュレーターちゃんと通して、オリジナルにもう超そっくりに作り上げてカラオケ配布しようと思うんだけども、まぁ、ちょっと話脱線したと。で、とりあえずね、まあ、こういう現象起こっちゃうわけですよ。特に、今回再現したのは、このトラブルが再現できたのは、このリアルシリーズ。この VST で FL スタジオ、特に FL スタジオを使うと、デフォルトのまんまだと、絶対、最初の頭に無音が入っちゃう。MP3 で出力するにしろ、WAV で出力にしろ、十中八九、こういう風になっちゃうんだ。これをどうすれば解決できるのかっていうのが本題ですよ。やっとこっから本題に入れるわ。前置き長げ、相変わらずもう20分超えてるもんね。いや、まあ、とりあえずね、これ解決方法はね、至って簡単。これか。まずこのね、プラグインのウィンドウを出しますよと。さあ、覚えてください。簡単なので、この歯車を押すと、プロパティ出てくるんだ。で、ここ。こっちに切り替えると、この3つのタブがあって、この中の、この中の2つ目のタブに切り替えて、トラブルシューティングっていう英語の部分あるんだ。で、デフォルトだとこの3つのランプがついているんだけども、今のバージョンね、FL スタジオ。で、で、ここ上から3つ目、Use Fixed Size Buffers っていうのがあるんだ。これ何かっていうと、まあ、その名の通り、バッファーサイズを修正しますよっていうものなんだ。で、ここにチェックを入れるだけ。これで強制的にバッファーが、ゼロバッファーっていうのかな。バッファーされた状態で出力しますよっていうモード。つまりこれがデフォルトでオフになっちゃってるんで、バッファーしてから出力しているから、頭に無音が入っちゃうっていう現象になってるわけですよ。これ三つ目、チェックマーク入れると、こういうアラートが出てくるんだけど、これ日本語したの僕ね。僕、FL スタジオの日本語担当者です。FL スタジオのスタッフの一人です。日本語担当です。で、これ、アラート出るんだけど、そのまんま入れ大丈夫なんで、この三つ目のチェックマークをオンにするだけ。これだけで解決。もう一回やってみるよ。もう一回、ここの、ね、この、ピアノロールのところ。これはこっからここまで、ワブ出力しますよ。で、ここのトラックを右クリックで、オーディオに変換、指定範囲だけでいいよ。で、スタート。で、さっきはね、チェックマークオフだったから、バッファー部分が頭に残っちゃった。挿入されちゃったけども、チェックマークを入れることによって、本来の、ちょっとバツだけしてるけども遠くで、本来の正しいレンダリングでファイルが、音声ファイルが出力されるようになります。
よー。はい、頑張って。はい。あ、これだね。今作られたのが。このようにちゃんと頭から音声が出力されるようになると。だから、これを再生しますけど。ちゃんとバッチリ合うわけ。ちょっと待ってね。ストレッチでプロジェクト。テンポ。これも一応、ストレッチのプロジェクトテンポ180にも合わせたんだ。このワブファイル。これでテンポずらしても、通ってくれんだ。解決できるわけでございますわ。あ、このようにこの知識をね、頭の片隅に置いといていただければ、いざこのね、頭になんか変な無音が入って全部音が後ろにずれちゃうっていう不具合に遭遇した場合、この動画を思い出していただければ、あなたはもうすぐね、いちいちこれをね、手動でこういって頭に合わせる作業をする必要もがなく、そのまま頭にポンってグリッドに合わせて配置するだけで解決。もう手間がね、ずっと減るわけですよ、工程がね。これをぜひ覚えて帰っていただければと思いますわ。で、このね、トラブルシューティング検索してもね、YouTube、Google 検索してもね、まず出てこないから。で、別の DAO ソフトでもね、これ再現される DAO ソフトもあると思うんだ。まあ、その DAO ソフト、その別の DAO ソフトでもね、そういう風にバーサイズをね、強制的にどうにかするっていう、なんかオプションが用意されていたり、もしかすると、ある DAO ソフトではデフォルトでもそのスイッチがオンになってるかもしんない。何が何でもとりあえずバッファは終わってからレンダリングするよっていう風なスイッチがデフォルトで入っているから、その DAO ソフトでは未だかつて経験したことがないっていう DAO ソフトもあるんで、まあ、とにもかくにも FL スタジオでもしね、万が一このようなトラブルに遭遇してしまったならば、この動画をね、知識を思い出していただいて、この知識あるなし結構ね、いざという時絶対ね、ためになるはずだから。で、なんで頭がずれるのかな、後ろにって普通の人気づかないんだよ。 その VST 音源固有の問題だっていうところに、まずね、原因がね、特定できない。なんでずれるんだろうで、特定できない人はね、この DAO ソフト自体が悪いんだみたいな風にね、なんか間違った誤認しちゃうこともあるから、ぜひこれをちょっと頭の片隅にね、置いといていただいて、ね、もし発生したらお役立ていただければと思います。以上かな。30分かかったね。あとちょっと、ま、本題はね、もう以上でございます。この動画の趣旨としては以上になります。で、こっから先はね、ちょっと宣伝させてもらっていいかい。まあ、ちょっとだけ僕のね、この YouTube のチャンネル、ちょっとね、チャンネル登録者がね、減りも増えも全然しない状況、何年も続いてるんだ。もしよろしかったらね、減るもんじゃないんで、ちょっとチャンネル登録、で、通知はオフでいいから、登録だけちょっとしていただくとモチベーション上がるんで、どうかご協力をお願いしますっていうことと、さっきも言った通り、僕は、
最近ね、カラオケデータの配布っていうのも始めたわけなんですよ。ちょっと宣伝で申し訳ないけども、今のところまだ2曲だけで、その2曲も結構古い曲なんだけども、僕のチャンネルでは今後ともね、カラオケデータをね、配布していこうかなっていう。だから特に歌ってみた、ボーカリストの方で歌ってみたをやってる方は、お友達とかもいたらね、そのカラオケデータの配布もやってますよと。で、それに関しても、そのもしね、世の中にこの歌のカラオケデータが世の中にないんだっていう曲も結構あると思うんですよ。でも歌いたいっていう方、僕に例えば僕のツイッターアカウント、僕のチャンネルの概要欄見ていただくとツイッターのリンクもあるはずなんで、僕のツイッターはフォローしてなくてもダイレクトメッセージは送れるはずなんで、お手間じゃなければね、僕にこの曲、このアーティストのこの曲のカラオケデータよろしかったら作ってくれっていうリクエストをいただければ、僕の暇な時間があればお作りして配布いたしますので、リクエストも受け付けてますよと。つまりね、いや、新しい曲はねちょっと避けてる理由はね、もしよろしかったら僕の今配布室、もう公開している配布のちょっと動画見ていただくとわかるんだけども、歌ってみたっていう方、歌ってみたをやっている方に向けた配布なんだ。で、ボーカルが入っていないカラオケデータ聞かされてもさ、モチベーション上がんないと思うんだよ。だからオリジナルのボーカリストさんのをそのまま使わせてもらってんのね、無許可で勝手に。で、新しい曲だとさすがに絶賛販売中であり、売り上げもね、売り上げが大事だから、そこで使われるとさ、やっぱり怒られちゃう率っていうかね、いや、ダメなんだよ、本来ね。でも僕の中ではね、僕も本人もそうなんだけども、もう売り上げが上がりもしない曲っていうのもあるわけですよ。でも販売はしていると、絶賛販売中、でももう忘れ去られてしまっていて、もう見向きもされない、日の目を見ないんだけども販売をしている。そこで、ね、僕みたいなカラオケデータを配布する人がいれば、また日の目を見るわけですよ、その曲が。ともすれば、オリジナルの CD が売れる、ね、ダウンロードが購入されるきっかけにもなるかもしれないから、そういう場合であれば、古い曲、もう販売して日が経っても売り上げが上がらない曲であれば、ワンチャン、見て見ぬふりをしてもらえる可能性がちょっとあるわけ、わかる？これ。まあ、いっか。ね、レコード会社さんが、あれ、このカラオケデータ、あれ、このボーカル、あれ、これ本人のデータ使っちゃってますけど、あ、でももう売り上げも上がってないから、まあ、いっか。おかげで、日の目、注目されてるから、いっかってなるのをちょっと期待してるから、ちょっとね、古めの曲になるけども、ちょっと話長くてごめんね。で、リクエストいただければ僕曲作るかもしれないんで、ガンガンリクエストして、この曲のカラオケデータないんだ、もしくはあるんだけども、カラオケデータ作ってる人がいるんだけども、ちょっと音がちょっとダサいと。で、僕が作ったデータ、今現在2曲しかまだ公開してないけども、オリジナルとそのカラオケデータ、僕が配布してる音声データ両方確認してみて、そんなに悪くないと思うんだ。いや、むしろオリジナルとほとんど似てるんじゃないかっていうぐらいまで寄せてるんだよね。クオリティ高いカラオケデータを僕作るよう頑張ってるんだ。だから、ま、
リクエストいただければ作りますよ。しかもお金いりませんよ。無料で作りますよ。ということですわ。それに加えて、ボーカリストさんの方でちょっとミックスが苦手だっていう方も、僕お金いりませんよ。素人さんだったら。あなたのカラオケデータ、あなたのボーカルのトラックのデータと、その、重ねたい、その、曲を載せたいオリジナルの楽曲のデータと、その、オケデータと、あなたのボーカル、その2つのトラック、僕にリンク、ダウンロードリンクを送っていただければ、僕が、これプロがミックスしたのかっていう品質まで高めて、あなたのボーカル綺麗に、ノイズ除去から、ダブリングだとか、コーラスまで作りますよ。コーラス歌わなくてもいいよ。オリジナルのそのキーを、ね、調整して、ハモリパートも作りますよ。無料で。それと、ミックス作業も僕やりますよっていう宣伝もさせてください、ここで。で、依頼先としては、Twitter でダイレクトメッセージ、あるいは僕の YouTube のね、チャンネルに飛んでもらって、概要の一番下のところにね、メールアドレスもね、クリックすれば、僕のメールアドレスもわかるようになってますから、YouTube。メールアドレスにそのまま、メールで、ご依頼いただいても結構。で、プロ、アマ、企業様問わず、ミックス作業、ね、もしね、その、リファレンスっていうかね、例えば沢野さんが作ってるような曲の、ボーカルの感じ、ダブリングっていうか、なんか、位相がすごくいい感じに調整されて、もう、ボーカルがめっちゃ前に出て、で、コーラスもめっちゃね、左右に分離されていて、綺麗に聞こえる、そういった高品質なミックスをお願いしたいっていうね、ご依頼いただければ、プロアマ問わず、企業問わず、素人問わず、無料で、企業だったらちょっとお金欲しいかなっていうところではあるけども、まあ、でもお金なんかいらないよ。で、昨今ね、その、ね、手続きがちょっとめんどくさい。手続きがめんどくさい。ね、ボイなんちゃらっていう制度はあって、いろいろ難しいわけですよ、だから無料でありますし、結構ね、タバコ吸いながら。あとね、作曲もやります。ね、例えばゲームを作ってる方で BGM が欲しい。で、無料、フリーの BGM 使うのもちょっとダサいと。で、オリジナルの曲が欲しいと。いう、お声掛けいただければ、僕のクレジットだけ載せていただければお金いりません。インディーズで作ってる方は特にお金はいりませんよ。で、こういった音楽、なんかリファレンスがあればね、こういう、この方のこの曲みたいな、ロビーのね、その、ロビーでかかってる音楽、ちょっといい曲欲しいから、こんな曲を作ってくれませんかってご依頼いただければ作りますよ。あと、なんだろう、曲？ボーカル入りの曲。ね、VTuber の方とかね、他の方もね、オリジナルソングってみんな、持ち歌ってあるじゃない？で、最近始めた VTuber の方とかね、持ち歌がない。ね、自分のキーに合った自分のオリジナル曲を出したいっていう方もね、僕にお声掛けいただければね。で、もちろんこんな曲がいいんだよなっていうね、そのご希望を伝えていただければ、なんかデモ曲作ってもう送りますよ。OK が出ればその曲仕上げてミックスも僕の方でやりますよ。オリジナル曲ソングも作りますよと。あと、例えばね、コミケで CD 出すんだ。で、オリジナル曲の CD ね、作ろうと思うんだけども、オリジナル曲はいっぱいあるんだけども、せっかくだから別の方がリミックスした曲を入れたい。で、リプロデュースっていうかね、例えば小室哲哉さんの TM ネットワークのゲットワイルド、様々なリミックスバージョンありますよね。ゲットワイルド89とか。そんな形であなたの曲の別バージョンをね、なんか、いい人に作っていただきたい。無名であれ、有名であれ。別の方の、ね、
この曲、僕が作った曲、これを違う人が作ったらアレンジしたらどう変わるんだろうみたいなね、そういったあのリミックスのご依頼、リプロデュースのご依頼もお待ちしております。でもちろんお金のことは考えなくていい。で、とりあえずご依頼いただければお答えいたしますよ。で、僕スケジュール今年はねかなり詰まってるけども大丈夫。なるべく、時間割いてあなたのために曲も作ります。リミックスもいたします。で、その品質も僕のカラオケ iPhone の動画とかね、あとニケかな、ニケっていうゲームの BGM のね、あのプレイリストも作ってるんですよ。で、僕がアップしているニケの BGM っていうのはオリジナルとはまた違うんですよ。必ずなんかリプロデュースされてますから、ちょっとオリジナルの原曲と僕のその曲名と、そのオリジナルの方と僕のアップしてるデータ再生して聴き比べてみてほしいんだ。オリジナルとはまた違うアレンジがねちょっとだけ加わってんのよ。そのニケの音楽、僕のチャンネルのニケの音楽を聴いていただくと、どんな、この人どんなアレンジができるのかなっていう、その、ちょっとだけだけど、片鱗を、ちょっとだけ片鱗を伺うことができるようになってますから、もし暇があればね、僕のチャンネルの2K の BGM、何曲か聴いてみて、で、その曲のオリジナルの方もね、検索すれば出てくるから、聞き比べてみて。オリジナルはこうなってるけども、僕のアップしてる動画の方では、あれなんか違うぞあれっていう、その違いを聞き比べていただいて、あ、こういう風なリプロデュース、変化をね、リミックスで、作れるんだって、その、本当にちょっとした変人だよ。もっと作り変えることはできるんだけども、その2期の BGM が元がいいから、極力オリジナルは壊したくない。変えすぎたくないっていう、僕のなんかポリシーがあるわけですよ。でも他の方もねいっぱいその BGM アップしてんのよ。でも他の人はねそのゲームで鳴ってるその BGM 丸まんまそのままアップロードしてるわけよ。それじゃあ芸がないわけですよ。で、僕のチャンネルであればその同じ BGM でもなんか違う、なんかあれこの音入ってないけど僕のチャンネルの方はなんか音入ってる、いいじゃんっていうね。じゃあ他のチャンネルと区別さ、あの差別化してるわけよ。そんな形でまあチャンネルをちょっと僕のチャンネルの BGM とかね、あの聞いていただければその片鱗は見えてくる。でも大々的にこの曲僕オリジナルの曲ですっていう公開は僕のチャンネルではしてない。で、僕のオリジナルは別のハンドルネームで活動しておりますので、ちょっとここでは内緒ね。僕はこのチャンネルではあくまでもトーコクリップス、トーコさんとして活動していて、うん。で、アピールはしてないけども、で、ご依頼いただければその通りにかなり違うアレンジングもできるし、オリジナルの曲も実は作れますよと。で、その品質はどの程度なのか、カラオケデータの音を聞いていただければ、どの程度なのか、おおよそ、目処は立つと思うんですよ。ね、普通の一般のね、なんか、今に、いかにもミディ、ミディ、昔のね、PC98 時代のミリみたいなね。そういった音源ではなくて、これ、実際にリアルタイムレコーディング、実際に弾いてレコーディングしたのかっていう、わかんないぐらいの、ちょっと過言かな、それは。そんぐらいの、曲を提供しておりますので、ご依頼いただければ無料で作りますよっていう宣伝でございました。宣伝の方が長くない？バグフィクサーの、まあいいや、本題よりもなかなか宣伝の方が長いかもしんない？まあいいや、とりあえずここまでご視聴、無理っくりだね、無理っくり締めに入ったね。ここまでご視聴ありがとうございました。お役立ていただければ幸いでございます。
今後とも僕のチャンネルでは、ゲームの配信ですとか、BGM の、僕が気に入った BGM のまとめ、あるいはその、曲のデータの公開、カラオケデータですとか、FL スタジオの使い方ですとか、そういったなんかもう僕の気ままな、つれづれになるままに、アップロードしておりますので、チャンネル登録今後ともよろしくお願いいたします。それではまたねー。長いな今回の動画も。